ビルヘルム・ヨハン・シュレンクは、ドイツの科学者である。シュレンク間シュレンクライン・ミュンヘンにて生まれ、ミュンヘン大学にて科学を学んだ。1919年には、フンボルト大学ベルリンにて、エミール・フィッシャーの後を引き継いでいる。1917年に、シュレンクは、ユーキリチウム化合物を初めて合成した。フリーラジカルや、カルバニオンなどを観測し、また息子と共に、 有機マグネシウムハロゲン化物が複雑な平行状態を取り得ることを発見した。この平行はシュレンク平行と呼ばれている。また、シュレンクは空気中で不安定な化合物を取り扱う際の手法やそれらを保管するシュレンク管を発明した人物としてよく知られている。シュレンク管には真空ポンプと窒素やアルゴンなどの不活性ガスの供給源を接続している。 特殊なコックが取り付けられている。また、彼は、シュレンクラインを考案した人物としても知られている。シュレンクラインには、真空ラインと不活性ガスの二つのマニホールドが、組み込まれており、操作することで、フラスコ内を不活性ガス雰囲気にすることができる。W. シュレンク、W. シュレンク、ジュニア、ウーバーダイ・コンスティチューションでアグリグナードスカン、マグネシウム・バーベンドンガン、 ケム、バー、62、920、ドイ、10.1002、クバー、192億9062万422。ありがとうございます。